下では何が起こっているのか、雲を掴もうとしている話。いやー、今日は朝5時からね、分かると思いますが残念でした。日本負けてしまいましたけど、なんていうんですかね、やっぱりそのチームでいろんなチームがいて、まあ、とにかくどこも負けられない戦いをしてるっていうのがですね、それでも負けが来るっていうのはあってですね、でだからやっぱり負けるってすげえ怖いと思うんですよね。だから挑むこと自体に最初はひるむと思うんですけど、でもそこに挑んでるからかっこいいんだろうなと、まあ残念だったけど僕は思いました。まあそんなことでですね、僕らも負けられない戦いといってずっとやってきてるわけですけど、いや正直ね、僕らだってまあそれはね、世界クラスのチームの話と一緒にしてはあれかもしれませんけど、みんなそうだと思うんですけど、負けるの怖いですよ。負けるの怖いっていうか、信じたものを、自分たちのサッカーを信じてとかっていうのとまあ一緒だと思うんですけど、まあ、自分たちの広めたいもの、広がるべきだと思ってるものを信じて広げようとしてることはですね、まあ、夢中になって何も考えてない時もありますけど、やっぱ怖い時は怖いですよね。まあでもとにかく僕らは僕らのねチームで、アラケンチーム、アラケンのね、戦いはまだまだこれからですね。といった矢先にですね、昨日東京都の三鷹とか調布のあたりでですね、氷が降って、なんかすごい映像が流れてましたけど、見ましたかね。氷が降り積もって、でその前に降ってた雨 がまた川のようになってて、それですごいその降った氷がドバーッと流されるみたいな、まあ、かなり衝撃な映像がたくさん出てましたけど、で、まあ、横浜の方には幸いですね、まあ、ちょろっと降っただけであんまり大したことなかったんですけど、まあ、氷とあられっていう、まあ、似たようなものがあると思うんですけど、まあ、その違いってなんだか皆さん知ってますかという話をですね、ちょうどアラケンの本のですね、あ、ここに出てたじゃんみたいな話なんですよ。それで、そうそう、これですね。これ昨日アラケンのツイッターでですね、カラーバージョンの図がこれツイートされてますんで、皆さん探してみてください。非常にこカラーの方が見やすいですし、まあもっとちゃんとその図だけでもですね、アラレとヒョウって何が違うのというのがすごいしっかりわかりますんで、それでまあちょうどここのね、文章も僕は結構好きなところなんですけど、ここ本当にちょうど 2,3 ページなんで、まあ、まだね買ったけど読んでないっていう人はね、せっかくこういうタイミングなんで、ヒョウのところ、アラレとヒョウが生まれるまでっていうですね、142ページにありますんで、こっからね、読んでみたらどうかなと思います。結構リアルタイムの現実の話題があるところから読むってすごい大事だと思うんですよね。まあ、教科書では公開であった、教科書とか本では公開であったけど、実際その現実に起こったところではどれぐらいの時間続いたのかとか、景色としてどうなったのかとか、まあ、そういうのもですね、見ながら言ってもらえると、この本の価値はすごい高まると思います。まあ、大体これから起こることは、夏は特にですけど、まあ、夏も冬もそうなんですけど、この本でほとんど全てカバーできますから、ちょっと何か身近に今リアルタイムに思い浮かんだ疑問があったら開いてみるといいと思います。必ずどっかにありますね。
で、昨日も言いましたけど、学芸大の学生と、まあ、Facebook でつながって、まあ、ちょっといろんな質問を聞いてるんですけど、彼らの質問もことごとくここに書いてあるんですね。結構ね、素直な質問なんで、みんないい質問なんですけど、まあ、僕はあえてそのまずググってみてって言って、でまあ本当にググって腑に落ちなかったらこれ読んだらいいんじゃないっていう感じだと思うんですよね。ということでですね、まあ僕らの戦いはね、まだまだこれからですね、まだまだ証拠にもなく僕は続けていきたいと思います。ではまた明日。